皆様こんにちは、四軸的心です。ちょっとこの回をですね、この水流、中野三津二郎本店ですね、呉市吉浦、実は先日ちょっとお酒を買いにというか、まあ買いに行ったんですけど、ただちょっとサービスでこれをいただきましてですね、なんかすごいと思いませんか。明治4年からですからね。でね、金箔かなんか入っとるんですよ。早速ね、飲んでみたいと思います。もう早速ですね、紙コップに注いだんですけど、おお、60%、これは高級品ですよ。この精米部合60%はいいね。もうこの安っぽい紙コップに入れるのは失礼なような気がするんですが、まあ、ちょっと飲んでみたいと思いますよ。うまい。ソムリエとかじゃないんでね、解説はできないんですけど、うまい、うまい、うん。うまいよ、これは。このように飲み干してしまいました。最高です。ちょっと味わって飲みたいので、もうこの一杯でやめときます。これはまあちょっと先ほど全部飲み干してしまったのですが、今回はこれと、あ、そうそう、これね、これはキャンペーンでね、こういう、こういうのやってるんですね。あと、これですね。これはまだ開けてません。で、多分この雲龍っていう、このお酒っていうのは、たまにっていうかあれですね。水流原酒冷やとかっていうラベルが貼ってあって、出荷されることもあります。雲龍と水流原酒冷やは一緒ですね。で、これ、買いに行ったらなくて、で、まあ、作ってくれたんですよ。ないときはね、タンクからこう、直に、こう、瓶に入れてね、作ってくれます。ボトリングして作ってくれますんで。いや、いい、蔵ですよ。最高です。皆さん、呉にお越しの際にはですね、ぜひ、呉市吉浦、この水流ですね、訪れてください。ではこの動画はここまでとしたいと思います。酔っ払いながら本日もご視聴ありがとうございました。